ツナ缶をフライパンに汁ごと入れ、みりんと醤油を加えてひと煮立ちさせます。卵に水溶き片栗粉を加えてよく混ぜます。こうすることで卵がふんわり焼き上がります。強火でかき混ぜながら焼いて、ご飯に汁ごとかけ、刻み海苔と三つ葉を散らします。にじやのツナ缶は水煮とオイル漬けの2種類、お好みでどうぞ。詳しいレシピはnijiya.comで。